大日本帝国海軍の戦艦ミカサフランス海軍、最初の戦艦ブレニュース。アメリカ海軍最初の戦艦テキサス。イギリス海軍の戦艦オーシャン。全土旧戦艦の典型。全土旧戦艦とは、戦艦の初期の形態を指し、1890年代、中頃から建造が始まり、土旧戦艦が登場した1906年までの期間に建造された。 1870から1880年代の装甲艦に代わって主力艦として登場したが、土球戦艦の登場によりその地位を譲った。全土球戦艦は、1890年代中頃から1905年の間に建造された外洋型戦艦の総称である。一般には1892年以降巡航したイギリス海軍のロイヤルサブリン級戦艦を始祖とする。 装甲板は主に鋼鉄によって作られ、高架鋼鉄製の装甲で防護された前、土球戦艦は、主武装として、複数の砲塔内に2から4門の巨砲を備え、副武装として1種類以上の主武装より小さい、後継砲でこれらの補助としていた。推進機関は、初期は石炭を燃料とする三段、膨張式往復蒸気機関であったが、末期には、重油と石炭を混ぜて、 燃料とする混焼艦とタービン機関を組み合わせた。それ以前の数十年に建造された装甲艦の混沌としたありさまと対照的に、1890年代は世界中の海軍が基本的にイギリスのロイヤルサブリン級かフランスのブレニースの設計に習い、何十隻もの戦艦が同様の設計で世界各国で建造され始めることとなった。 1890年代の戦艦の外艦の類似性は、建造される戦艦の数が増加することによって、より一層強調された。新興海軍国である、ドイツ、日本、アメリカ、イタリアなどが全土級戦艦の艦隊を自前で作り始め、その脅威に対抗するために、イギリス、フランス、ロシア、オーストリア、ハンガリー帝国なども、海軍の拡張を進めた。 全土級戦艦による艦隊同士の主たる戦闘は1905年5月27日にロシア帝国艦隊と日本帝国艦隊の間で戦われた日本海海戦である。これら多数の戦艦は1906年イギリス海軍に戦艦ドレッドノートが登場したことで一気に時代遅れとなった。ドレッドノートはそれまでの戦艦の大型か。 放線距離の長距離化の流れに、12インチ手法を10問、装備するという、単一巨砲のスキームで応え、また革新的な蒸気タービン機関の装備によって、高速化をも達成していた。既存の戦艦は、決定的に、時代遅れとなり、以降の新しい戦艦は、土球戦艦、それ以前に建造が始まっていた戦艦は、レトロニムとして、全土球戦艦と呼ばれることとなった。 しかし、全土旧戦艦は、旧式化したにもかかわらず、第一次世界大戦で重要な役割を演じ、また、第二次世界大戦で活動していたものもある。1875年浸水の、装甲艦ドレッドノート。初期の装甲砲塔,塔艦の特徴である、艦元の低さが見て取れる。全土旧戦艦は、装甲艦から発達した。 最初の装甲艦であるフランスのラグロアールとイギリスのウォーリアは1860年代に収益した時は半送フリゲートによく似た高い3本のマストと原則砲を持っていたそのわずか8年後に登場した最初の公用砲等艦であるイギリス軍艦サーベラスとその3年後に浸水したデバステーション級は主砲レイアウトはさらに全員度級戦艦に近づき かつ限定的ながら、初の外洋高校生を備えた、砲塔艦であった。両艦とも搬送を持たず、4問の巨砲を2問ずつ、砲塔に収めて、前後2機配置していた。しかしデバステーションは、敵の海岸と港湾を攻撃することを任務とする、公洋砲等艦であり、艦元は、極めて低く、外洋での戦闘に必要な対抗性が不足していた。 外洋ではその艦板は海水としぶきで現れ、砲の操作に悪影響をもたらした。一方、フランスは外洋航行能力を重視して、装甲艦から発達した高い還元を持つ船体に、艦板上の高い位置に単装砲を配することで外洋での戦闘能力を維持した。各国の海軍は二大海軍国の主力艦の形態を見て十分な還元を持ち、 外洋で戦うことのできる、搬送を持ち、砲塔のない戦艦を建造し続けた。沿岸攻撃用戦艦と外洋戦艦との境界は、イタリア海軍が1880年に竣工させた、カオ・デュイリオ級戦艦が、主砲にアームストロング射精45センチメートル前奏砲を採用したことにより、 これの運用実績を踏まえて、イギリス海軍も1880年代に発注されたアドミラル級戦艦に至って曖昧なものとなった。同級は装甲の技術的進歩を反映しており、従来の連鉄の代わりに鉄と鋼鉄による複合装甲を備えていた。手砲口径は12ないし16インチの5装砲で装甲軍艦の巨砲化の流れに沿っていた。主砲は、 重さを節約するために、露包刀に取り付けられた。これについて、歴史家の一部は、アドミラル級を全土級戦艦に至るまでの不可欠な、ステップと考えるが、単に混乱した、不成功の設計とみなす、歴史家もいる。ロイヤルサブリン級レパルスそれに続く1892年の、ロイヤルサブリン級も、露包刀2機を持つが、連装の手法は13.5インチで統一され、 排水量も全球よりかなり大きく、また三段膨張式機関採用によって高速でもあった。さらに重要な点として、ロイヤルサブリン級は高い還元を持っており、外洋作戦が可能な戦艦となっていた。しかし、路方とは走行カバーで覆われておらず、外洋では容赦なく海水が、バーベットの開口を通して館内へ浸水し、排水ポンプで耐えず、 組み出さなければ、沈没の危険性があった。同時期に、フランスでは、アミラル防弾級が竣工し、こちらは、外洋航行も良好な高い還元を持った船体に、イギリス戦艦よりも大口径の37センチメートルの双方を、中心線配置で、前、中、五艦ンパン上に3機を配置していた。主砲の露法等方式は、ロイヤルサブリン級と同一であるが、こちらは、 装甲カバーで覆われており、バーベット内に侵入する波浪は、わずかだった。戦艦マジェスティック前、土球戦艦のデザインは、1895年に一番艦が、竣工したマジェスティック級で完成を見た。同級は、鋼鉄製装甲で完全に覆われた、砲塔二機を持つ。連装の手法は、新開発された12インチ口径で、鋳造技術と創薬の進歩により、 コンパクトで強力なものとなり、以降の標準となった。機関配置にも特色があり、機関区の前後を縮めるために、円管から導かれた煙を排出する日本煙突は、左右並列に配置した点が特色で、煙突配置を見ただけで、他国はイギリスの戦艦と分かった。一方、フランスはブレニュスを同年に収益させた。手法は、 新開発の 34cm、42口径、単装砲を新設計の砲塔に収めたが、フランス海軍では、この時期から一部の副砲も、砲塔形式とした点がイギリスと異なる特色で、従来の砲角部に配置された副砲は、概要では波浪による影響を受けやすく、ほぼ人力による装填では、発射速度の低下が指摘された。 フランス海軍では一部の複方砲,砲塔形式とすることで外洋戦当時の有効火力を増やし、かつ気力装填による発射速度の維持を図った。さらに機関では当時最新型のベルビール式水管艦,艦を採用したことによりマジェスティック級よりも高速の18ノットを発揮した。しかも、ただ単に高性能なだけではなく、水管艦,艦は 遠間よりもエネルギー効率が高く、小型で耐久性も、飛躍的に高いという利点があった。これにより、以後のフランス全移土急戦艦は、燃料消費量を抑えたため航続距離が伸び、機関の信頼性も得たのである。防御関係では、従来の全土級戦艦は、水船部装甲を持たなかったが、ブレニュースから、水船部から、最上甲板の間にも中高警砲に耐える。 装甲を張ったことにより防御力が上がったのである。イギリス海軍のマジェスティック級、フランス海軍のブレニュースは、戦艦建造の基本となっただけでなく、二大海軍国に習う他国の多くの海軍にとっても、その後の手本となった。戦艦、ミカサの手法及び、全部砲塔多くの点で、典型的な全土級戦艦の特徴を示す戦艦、ミカサ、中高系複法と、 小口系複砲の位置や、砲塔と、指揮部分に集中した走行に注意。イギリス戦艦アドミラル級戦艦コリンウッドの図面。炉砲塔のバーベッドが、太戦で示されている。砲塔後部の楕円は砲弾を競り上げる揚げ弾頭前、土球戦艦は、対艦戦闘における異なる役割のために、複数種類の異なる口径の砲を備えていた。 主たる武装は2門から4門の大後継手法であり、中心線上の前後各1機ずつの単装砲塔もしくは、連装砲塔に収められた。全土級戦艦でこれと異なる構成を持つものは、極めて稀である。この手法は、敵戦艦の最も厚い装甲部へ打撃を与えられる、唯一の武器であったにもかかわらず、発射速度が遅く。 また戦闘開始直後の着弾の正確さに問題があった。そのため、射程距離いっぱいでの手法の打ち合いで砲弾が命中することは滅多になく、やがて接近して、複砲を併用した水平弾道での打ち合いに移行するのが全土球戦艦の戦闘のセオリーであった。手法口径で最も一般的なものは12インチであった。 マジェスティック級以降のイギリス戦艦やブレニュス以降のフランスのシャルル・マルテルも30.5センチメートル砲を採用したがイギリスはカノーパス級でも35口径でしかなかったのに対しフランスは長方針の45口径砲を採用している手法の大半をイギリスから輸入していた日本も同様であったアメリカ合衆国は1899年機構の メイン級までは12インチ砲と13インチ砲の両方を使用したが、それ以降は12インチ砲が一般的となった。ロシアは最初のピョートルベリーキー以降最後の艦までほとんどの艦に12インチ砲を採用し、小型の4隻にのみ10インチ砲を使った。ドイツは全土急戦艦最初のブランデンブルク急戦艦には11インチ砲を採用したが、 その後の2クラスでは9.4インチ砲となり小型化しているがこの砲は戦艦の手法としては初のそして当時の最大口径の速射砲であったその後11インチ口径の速射砲の実用化に成功しブラウンシュバイク級においてこれを搭載した手法の口径は変わらなくても超方針砲の導入や砲画の改良による大業格化で 性能は向上した。関連性のニトロセルロースとコルダイト火薬の導入は、同じ光景ならば長い方針の方が、方向速度を高め、射程の身長と貫徹力の強化をもたらすことを意味した。マジェスティック級からドレッドノートに至る間に、イギリスの12インチ砲の方針長は35光景から45光景まで増大し、方向速度は、 毎秒2417フィートから毎秒2725フィートまで増加した。全土球戦艦は、複砲も備えていた。光景は、手砲よりも小さく、初期は4内し10.7インチのものが採用されたが、扱いやすさから、主流は6インチ台に落ち着いた。複砲は、実質的にすべて速射砲であり、発射率を上げるために、 いくつかの革新的技術を用いていた。創薬は、新中製の薬莢で提供され、5層式装填機構とともに、素早い照準と再装填を可能にした。戦艦同士の砲戦における複砲の目的は、近距離砲撃戦闘である。手法のみの打ち合いによる遠距離砲戦では、砲弾が命中することは滅多になく、やがて複砲の射程距離まで接近しての、 主砲と副砲を併用しての近距離戦闘に移行する。その場合においての副砲の役割は敵艦の装甲が十分でない部分に損害を与えることであった。副砲は敵艦の主装甲を打ち抜くことはできないが、環境や煙突のような装甲の薄い部分に損傷を与え、火災を発生させることは可能だった。同様に重要なこととして副砲は 敵の巡洋艦や駆逐艦、さらには水雷艇に対して使われることになっていた。複砲については、小さく素早い目標を仕留めるために発射率が重視されたが、一方、中高警報として小型艦の軽度の走行を打ち抜くことが期待されていた。後の土球戦艦以降においては、複砲は対小型艦としての用途が中心となる。複法は、 砲塔や、装甲された原則のケースメート、あるいは、装甲のない上甲板など、様々な方法で設置された。イギリス戦艦、アガメムノン。9.2インチ中間砲10門を6機の砲塔に、収めて、艦の中央部に装備している。戦艦インディアナ。中間砲装備方法の例。全部13インチ四砲塔と、全部左限8インチ砲塔を示す。 全土級戦艦には8インチないし10インチの光景を持つ中間砲を持つものもあった。中間砲は戦艦により強力な火力を持たせる手法であり、敵戦艦内視長距離の目標を対象としていた。アメリカ海軍は他国の発達と独自にインディアナ級、アイオワ、キアサージ級以降、1897年から1901年に、 かけて寄港した艦を除いて中間砲を装備し、その方式の先駆となった。イギリス海軍がキング・エドワード7世級で同国の装甲巡洋艦で広く採用された23.4センチメートル砲の中間砲装備を復活させるとアメリカ、イタリア、ロシア、日本もそれに追随して中間砲を手砲の補助として搭載した。しかし中間砲とは 別個に、対巡洋艦法として、複砲を混載するなど効率は悪かった。一方、フランスは、全土急戦艦イエナから、レピュブリック級に至るまで複砲を16.3センチメートルに、強化、さらに、他国の中間法採用の時勢を見て、複砲自体の光景を、自国の装甲巡洋艦並みの19.4センチメートル、炭素速射砲とした、 リベルテ級を建造した、さらに手砲と同じく副砲も電動による気力装填、電動旋回で目標追従射撃能力を高めたダントン級は 24cm 連装速射砲6機を搭載した。これら後期の中間砲装備戦艦はそのほとんどがドレッドノート出現後の完成となり、それゆえ完成前から時代遅れとなってしまった。しかし、 一部の艦は、手砲用とは、別個に射撃砲板や射撃式装置を装備して、遠距離砲戦に対応させて、対艦戦闘に有用な火力を得た艦も存在しており、全くの無駄とは言えなかった。交戦距離は、装甲艦時代から引き続き増大し続けた。百九十四年から翌年にかけての日清戦争では、交戦距離はおおよそ二千メートルだったが、 1904年の公開回線では、日露の艦隊は6500メートルを隔てて戦った。光線距離の増加の原因は、一つには、魚雷の高層距離の増加であり、もう一つは、砲術と射撃管制の進歩であった。結果として、増艦者は、副宝の光景を、かつての中間砲と同じものまで大型化することとなった。 イギリス海軍最後の全土級戦艦であるロードネルソン級では9.2インチの複砲を備えていた。中間砲あるいは統一された大口径複砲を有する戦艦はしばしば純土級戦艦と呼ばれる。装甲艦から超土級戦艦の時代まで広く、搭載されたオチキス式 47mm 機砲。 フランスだけでなく世界中の主力艦の耐水雷艇砲として活躍した。戦艦上レギベリ。ミリタリーマスト上に4つの開口部があり、下段部のみ 47mm 単装速射砲が1機ずつ、計4機が配置された。また、艦首側の幻想のもとに見える、楕円形の穴は、水上魚雷発射艦前、土球戦艦の尾砲は、主砲、副砲のほか、 第3の砲として、小口径の速射砲が組み合わされていた。これには1.5から3インチ砲から、機関銃までの様々な種類があった。その役割は、近距離に迫る、水雷点を撃退することであり、また、敵戦艦の甲板上及び、上部構造を操作することであった。装備位置は、ミリタリーマストと呼ばれる強固な構造のマストの高所に、 二から四門を配置して高所から深くをかけて近寄る水雷艇や駆逐艦を操車したが水雷艇の大型化に伴い方の大型化したためにそのまま搭載したのではトップヘビーを招きかねないので装備位置は上部構造物の側面に配置された多くの全土球船艦和砲の他に魚雷も備えていたそれは喫水線の上または下にある 固定式の単素発射管から発射された。全土球戦艦時代には、魚雷の直径は一般的に18インチで、射程距離は数千メートルであった。しかし、戦艦が魚雷で戦果を上げたということは報告されていない。しかし、傭兵側の要求により、超土球戦艦の時代に至るまで装備され続けた。 昇格による近代軍艦への攻撃を図で表したもの。複方を含めての近距離砲撃戦でも決着がつかない場合は、最後には昇格による体当たり攻撃で決着をつけるのが全土級戦艦の戦闘のセオリーである。保船時代においては艦の航行に制限があったため昇格攻撃はほとんど行えない状態であったが、蒸気機関による動力推進が普及し、 艦の速度と航行の自由度が飛躍的に高まると昇格攻撃戦術の効果に大いに期待が寄せられることとなった。よって、ほとんどの全土級戦艦は艦首に昇格を装備する。しかしこれは、まだ手法の威力が小さかった頃の戦闘の名残、及び立差回戦においての誤った戦訓によるものである。実際には、 戦艦同士の戦闘で昇格が役に立つことはなく、むしろ衝突事故の際に、味方の艦を誤って撃沈してしまう有害な存在であった。土球戦艦に移行する頃には、昇格は廃止の数勢となった典型的な全土球戦艦の断面も敷きず、上艦艦、中艦および側面を走行し、観測の石炭庫と水密区画による二重艇で、 防御されている。手記はそれらで保護された、船体内の空間に置かれている。アメリカ戦艦、キアサージの断面図。船体内部の走行が、どのようになっているかが示されている。全土球船艦は、かなりの重さの鋼鉄装甲を必要とした。経験則は、船体に均一に防御走行を行うより、重要な区画に集中的に走行を施すべきである。 ことを示していた。原則に水平弾道で被弾しても、致命的な浸水を起こさず、また仮に原則を完結されても、手機や弾薬庫などに影響が及ばないようにする必要があった。艦や手機を収めた中間パンカ法の船体中央部は、喫水船の下からやや上までの幅を持つ主装甲帯で防御された。 この中央方角は手記を最も強力な砲弾からも保護することを目的とした。手砲下部とその溶弾部は中央方角から髪型へ伸びた厚い円筒形装甲の中に収められた。全土球戦艦時代の初期は手法は露砲刀に搭載されていたが後期には上部を含めて完全に装甲された砲塔に収められた。主装甲体は通常 中央部から前あるいは後ろに行くに従って厚さを減じていた。また同様に下出るから上部に行くにつれても薄くなっていた。上肝板は2インチないし4インチの鋼鉄による軽度な装甲が施された。この軽装甲は高性能作薬弾が艦の上部構造を破壊するのを防ぐ役割を担っていた。1880年代後半の戦艦。 例えばイギリスのロイヤルサブリン級などには鉄と鋼鉄の複合装甲が施されていたが、これはすぐにアメリカで開発されたハーベイコーによるより効果的な装甲にとって変わられた。ハーベイコーは1891年に試され、1893年から1895年にかけて寄港された戦艦の標準となった。 しかしその君臨した期間は短かった。1895年、ドイツ戦艦カイザーフリードリヒ3世は、より進歩したクルップ港を使い始めた。ヨーロッパ諸国は5年のうちに、クルップ港を採用したが、アメリカだけは20世紀になっても、ハーベー港を使い続けた。装甲プレートの品質向上は、新しい戦艦の装甲が、 より薄く、より軽くなることを意味した。厚さ12インチの複合装甲の提供する防御は、7.5インチのハーベー甲、または5.75インチのクルップ甲に等しいものだった。水管ボイラーは、全土球戦艦の手機に、高圧蒸気を供給するのに、最も効率的な手段で、主なものとして、フランスのベルビール式水管ボイラーが採用された。 全土球戦艦の時代における手機の性能向上は、ボイラーからより高圧の蒸気を得ることから始まった。初期のキセルボイラーは、高圧の蒸気を少ない燃料消費で発生させるために、より効率的な水管ボイラーにとって変わられた。水管ボイラーはより安全で、爆発の危険も少なく、キセルボイラーよりも柔軟性に富んでいた。 ベルビール式水管ボイラーは1879年の初めにフランス海軍で使われ始めたがイギリス海軍でも1894年には装甲巡洋艦と全土急戦艦に採用されたその後水管ボイラーは世界中の海軍がフランスに追随して採用した三段膨張式蒸気機関の働き高圧蒸気が 徐々に冷却されつつ、3回にわたって、動力を提供する。全土9000の動力はほぼすべて複式の、レシプロ蒸気機関によっており、最高速力はほぼ16内し18ノットだった。1880年代の走行艦は2段、膨張式機関を使用したが、1880年代末までには、より効率的な3段膨張式機関を、使用するようになった。 イギリス以外では4段膨張式機関を採用した海軍もあった。また、フランスでは、ダントン級で、推進機関に列強に先駆けて、パーソンズ式蒸気タービンを採用し4機4、軸推進で大焼け身において20ノットを発揮した。スクリューは2ないし3機あり、複数の手機がそれぞれを駆動した。フランスとドイツは3軸方式を多用したが、その場合には、 機械の長さが短くなり、防御がより容易になるという利点があった。また、狭い水路で操作しやすく、偶発的な破損にも強かった。しかし、三軸方式は二軸方式より、一般的に大きくかつ重くなるので、両国以外の多くの海軍は二軸を好んだ。なお、前述の通りダントン級のスクリューは四軸あった。燃料は、 全土級戦艦時代を通じて、もっぱら石炭だったが、1890年代後期には、各国海軍で、石油燃料の試験が行われた。また、炉に強制通風を行うことで一内市にノットの、速力増加が認められたが、それは、ボイラー破損のリスクを伴っていた。旅順航で着艇したロシア戦艦、レトビザン全盛期の全土級戦艦は、 非常に多様な艦種を要していた、当時の海軍の中心であったが、旧式な装甲艦もまだ運用されていた。戦艦は多種類の巡洋艦を周囲にはべらせていた。それは、基本的に戦艦の縮小系である、装甲巡洋艦や、より軽量の防護巡洋艦であり、さらに旧式の非装甲の巡洋艦や、スループ、フリゲートなども存在し、鋼鉄製、鉄製、 木星などが混在していた。戦艦にとっての脅威は水雷艇であり、全土急戦艦の時代はまた、水雷艇の脅威を取り除くために、最初の駆逐艦が作られた時期でもあった。また、最初の有力な潜水艦が作られたのも、この時代である。全土急戦艦時代は、フランスとロシアが巨大なイギリス海軍に対抗するという、19世紀的な海軍力均衡が、 終わりを迎え、ドイツ、日本、アメリカ等の新航海軍国が勃興してくる時期であった。日本帝国海軍の大拡張と、それよりは小規模のアメリカ海軍の拡張は、それぞれの植民地の拡大を支えていた。全土旧戦艦同士の海戦は、まさに全土旧戦艦の時代が終わろうとする時まで、発生しなかった。 1894から95年の日清戦争は全土急戦艦が発達している時期に起きているが関係する最大最新の艦は巡洋艦であった。1898年の米西戦争はアメリカが全土急戦艦艦隊で臨んだのに対しスペイン側の戦力は巡洋艦に留まっていた。やっと全土急戦艦同士の対等な海戦が 起きたのは1904から5年の日露戦争においてであった。日露戦争では2つの海戦が起きており、1904年8月10日の公開回戦では明確な勝敗がつかなかったが、1905年5月27日の日本海海戦は日本の決定的な勝利に終わった。訪韓外交は巡洋艦。 またはより小型の軍艦で行われるのが普通だった。1896年、イギリスは3隻の防護巡洋艦と2隻の砲艦を派遣することでザンジバルの降伏をもたらした。ギワダンの乱では、西欧諸国の連合艦隊には戦艦が加わっていたものの、軍事行動を担ったのは砲艦や駆逐艦、スループなどであった。 高速走行中のフランス戦艦ジュスティス前、土球戦艦時代にはヨーロッパの海軍が世界を推していた。イギリスの伝統的なライバル海軍国に加えてヨーロッパの新興勢力がその派遣への挑戦を行っていたが、それでもなおイギリス海軍は最大の規模を維持していた。キングエドワード7世級戦艦ドミニオンは、 全土級戦艦の時代が終わろうとする1903年に浸水した。1889年に英国は正式に二国標準を採用し、第二位と第三位の海軍を合わせたよりも多くの戦艦を建造することを正式に決定した。この二国とは当時フランスとロシアを意味し、両国は1890年代前半に正式に同盟を結んでいた。 ロイヤルサブリン級とマジェスティック級の建造は以前よりも非常に速いペースで進められ、引き続き1897年から1905年にかけてカノーパス級、フォーミダブル級、ダンカン級及びキングエドワード7世級の各級戦艦が八次バヤに登場した。チリによって発注されたものをイギリスが買収した。 スイフト氏は旧2隻も合わせ、イギリス海軍は1904年までに建造中のものも含めて、マジェスティック級以降の全土級戦艦を39隻保有していた。加えて、さらにより旧式な戦艦もまだ2ダース以上残存していた。イギリス最後の全土級戦艦ロードネルソン級が登場したのは、ドレッドノートの出現の後だった。 海軍に関して、イギリスの伝統的なライバルであるフランスでは、戦艦への対抗戦力として水雷帝を重視する青年学派の影響のため、1880年代中に一時期戦艦の建造を中断した。1889年になって、青年学派の影響が弱まった後、革新的な戦艦ブレニュスの建造が再開された。 ブレニュースとその後続艦は、イギリスの大型のクラスとは、対照的な前述の通り独特な発展を遂げた、もので、一風変わった、手法配置をとっていた。ブレニュースは、全艦艦に、連装砲塔を後部に、単装砲塔を配置し三門の13.4インチ砲を、持っていたが、後続艦のシャルル・マルテルからブーベは手法に30.5センチメートル。 単装砲塔2機を前後甲板状に1機ずつ2門を配置し、船体側面に27.4センチメートル、単素砲塔2機を片元1機ずつ2門を配置する独特の手法配置を取っていた。1894年から1896年にかけて寄港されたシャルル・マーニュ級は、海軍予算の増加により、船体が大型化が可能となり、フランス戦艦で、 初めて司法党は連想法2期4問によるイギリス戦艦と同じ配置を採用した。青年学派はまだフランスの海軍戦略に大きな影響力を保持しており、青年学派自体は19世紀末に戦艦の数でイギリスと競争することを断念するに、至り衰退した。ドレッドノート革命によるフランスの悩みは大きかったが、代わりに艦隊派が優約した。 遅れを取り戻すべく、順位度級戦艦リベルテ級4隻が、まだ建造中であり、ダントン級6隻もそれに続き、さらに、土級戦艦クールベ級4隻の建造予算を獲得していた。ドイツの全土級戦艦、ビッテルスバッハ級戦艦の断面図ドイツはまさに1890年代の、初めから、海軍の建設を始めていたが、1905年までに、イギリスとの間で、 軍備拡張競争を繰り広げ、それが結局は第一次世界大戦を引き起こす要因の一つにつながった。ドイツの最初の全土級戦艦であるブランデンブルク級が寄港されたのは1890年のことだったが、1905年の段階では建造中のものも含めてさらに19隻の戦艦が存在した。この拡張は 1898年及び1900年の艦隊法によって規定された支出の急激な増大によって支えられていた。この拡張は海軍大臣アルフレート・フォンティル・ピッツの決断とイギリスに対して激化する国家的競争意識によるものだった。ドイツの全土級戦艦にはブランデンブルク級の他にもカイザー・フリードリヒ三世級、ビッテルスバッハ級、 ブラウニッシュバイク級などがあり、両対戦に参加したドイッチュラント級で頂点に達した。ドイツ艦は、外してイギリスの同等艦よりも小型で武装は劣って、いたが、フランス戦艦に習って、複方を砲塔化するなど防御力は同等であった。オーストリア・ハンガリー帝国海軍の純度級戦艦、ラデツキー級ロシアもまた、同じく1890年代に、 海軍拡張競争に加わった。ロシア海軍の主要な目的の一つは、極東での日本の拡大に対して、自国の権益を維持することであった。1892年に建造が開始された、ペトロパブロフスク級の主砲配置は、イギリスのロイヤルサブリン級を半したが、同時に複砲を砲と化し、船体形状も、 タンブルホーム型を採用するなどブレニュースの影響もあった。その後のクラスは、例えば、フランス製のゼサレービチをモデルにした、ボロジュノ級に見られるように、フランスの影響が強く見られた。ヨーロッパの先進諸国に比べ、ロシアの造船力は弱体であったが、戦艦のほとんどは国内で調達された。しかし、建造技術が未熟であったことから、多くの艦で、 排水量超過などの重大な欠陥が生じることとなった。一部国内でまかないきれない戦艦は海外で建造された。例えば最強と言われたレトビザインはロシアで設計されたがアメリカで建造された。このことがメインなど当時のアメリカ戦艦の設計にロシアフランス式の影響を与えることになった。 1904年から1905年の日露戦争は、ロシアの全土級戦艦にとってはまさに最悪であった。ペトロパブロフスク以降に完成した15隻の戦艦の、うち、戦争中に沈むか、捕獲された艦は11隻に及んだ。また有名な戦艦ポチョムキンでは1905年6月に、革命派水兵による反乱が発生して国外へ持ち去られたが、 後日、鎮圧されて艦隊に復帰した。日露戦争が終結した1905年以降、ロシアは建造中だった全土急戦艦1隻と2隻ずつ、2グループ計4隻の中間砲を持つ、純土急戦艦を建造したが、全土急戦艦も純土急戦艦も残らず1923年のソビエト連邦結成に前後して除籍された。 ソ連海軍は、第二次世界大戦後ドイツからいくつかの前、土球戦艦を獲得したが、標的などとして処分されている。1893年から1904年にかけて、イタリアは8隻の戦艦を寄港した。最後の2つのクラスは著しく高速であったが、レジナ・マルゲリータ級は、防護が十分でなく、レジナ・エレナ級は、武装が貧弱だった。 いくつかの点で、これらは、巡洋戦艦の概念を先取りしたものとも、考えられる。オーストリア・ハンガリー帝国も1890年代に、海軍の革新を行い、9隻の全土級戦艦を、発注したが、ドレッドノートの出現前には、ハプスブルク級3隻が完成しただけだった。1893年に浸水した全土旧戦艦マサチューセッツ・アメリカ合衆国が、 戦艦の建造を始めたのは1891年のことである。それはまず足の短い沿岸防備を戦艦であり、中艦砲として革新的な8インチ砲を備えている以外はイギリスの戦艦フッドと類似していた。アメリカ海軍は1901から2年期港のバージニア級までの間、比較的単行続距離で対抗性に乏しい艦を建造し続けた。 しかし、米西戦争の、特に輝かしいサンチャゴデキューバ海戦などにおいて、全土旧戦艦を持たない、時代遅れのスペイン艦隊から、アメリカの海上優位を守ったのがこれらの旧式艦で、あるのも確かである。バージニア級と、それに続く二つのクラスの全土旧戦艦は、ドレッドノート出現後に完成したが、その時にはすでに、アメリカにおける。 土球戦艦の研究が開始されていた。1907年12月16日から1909年2月22日にかけてアメリカの16隻の全土球戦艦からなるグレートホワイトフリートの世界就航が行われた。日本海海戦の直前、戦艦三笠サ艦協場の統合提督日本は全土球戦艦時代に起きた。 大きな二つの海上戦争の両方に関与していた。日本の最初の全土球戦艦である藤型は、日清戦争の勃発時点ではまだ建造中だった。日清戦争では、公開海,海戦において、日本の装甲巡洋艦と防護巡洋艦が、新国北洋艦隊の旧式装甲戦艦と、巡洋艦の混成艦隊を撃破した。勝利の後、 同地域へのロシアの圧力に直面して、日本は、藤型2隻に加えて、さらに4隻の全土級戦艦を発注した。それらは、日本艦隊の中核を構成し、日露戦争の公海海戦と日本海海戦の2回の海戦において、数的に勝るロシア艦隊と交戦した。日本海軍は、新旧様々のロシア戦艦8隻を捕獲したほか、 日露戦争後にもさらにもう数クラスの全土旧戦艦を建造した。戦艦三笠。現存する唯一の全土旧戦艦である。1906年当時、イギリスが戦艦ドレッドノートを収益させたことにより、既存のすべての戦艦が旧式化することになった。ドレッドノートは、中間砲や副砲を廃止し、12インチ手法を4問で、 なく10門装備することによって、全土級戦艦の4門に対し8門の片減火力を持ち、全面に対する火力も2門から6門に増加していた。一項8門以上の手法を搭載し、かつ6門以上の砲を同一方向に制射できるのが、土級戦艦の定義となる。単一巨砲方式への移行は、交戦距離の増大と、最後の全土級戦艦における、 中間砲の大口径化の論理的規決であった。従来の全土球戦艦では、遠距離砲線での命中はあまり期待できないが、手砲の数を増すことにより、命中率を上げるのである。さらに単純に手砲の数を増やすのみならず、環境から一元的に射撃管制を行うことにより、遠距離砲線での命中率を上げたのである。日本とアメリカは、ドレッドノート以前に、 同様な武装を持つ戦艦の設計を行っていたが、ドレッドノートに先を越される結果となった。この新種の軍艦の利点は、その武装にとどまらなかった。ドレッドノートは、イギリス戦艦として、初めて推進機関に、蒸気タービンを採用し、全土球戦艦で、標準的だった18ノットでなく、21ノットの最高速度を得ていた。最大後継砲だけが、 海戦において有効であると考えた場合、多数の12インチ砲を搭載する、いわゆる、土球戦艦は、戦闘において、既存の戦艦よりにないし3倍の戦力を有する。一方で、中艦砲や副砲が有効な場合においては、全土球戦艦と、土球戦艦の砲力差はそれほどではないため、接近しての砲戦になれば土球戦艦の優勢は、消滅する。 速度性能において、全土級戦艦に勝る場合は、複方や中間方の射程距離外という、土級戦艦にとって有利な砲線距離を維持できる。火力と機動力の両方で勝ることにより、土級戦艦は、全土級戦艦を出し抜くことができる。しかし、時代遅れにはなりながらも、全土級戦艦は現役を続け、重要な戦闘にも参加した。 土球戦艦と巡洋戦艦は艦隊決戦に不可欠であるとすべての国が考えたため、キラや潜水艦の脅威から厳重に守られ、できるだけ本国の近くに維持された。全土球戦艦は旧式化し、それだけ価値が低いと考えられたため、より危険な状況に投入されたり、より遠い地域に展開されることになった。現存する唯一の全土球戦艦は、 日露戦争などに参戦した大日本帝国海軍の戦艦三笠であり、1925年以降、現在まで横須賀で博物艦船となっている。オスマン帝国の沿岸砲台を12インチ手法で砲撃する戦艦可能をパス全土旧戦艦の多くは、第一次世界大戦の間も現役にあった。手記と兵器の進歩により、全土旧戦艦は、 最新の装甲巡洋艦に対しても有効でなく、土球戦艦や巡洋戦艦には全く歯が立たないとされていたが、それでも戦争で大きな役割を演じた。最も顕著なものは1914年の晩秋、南アメリカ方面におけるイギリス海軍とドイツ海軍との衝突において示されたものである。二隻のドイツ巡洋艦がイギリスの海運を脅かしたが、 海軍本部は、巡洋戦艦を主力艦隊から裂いて、世界の反対側に送るようなことはできないと判断し、その代わりに1896年製の骨董品である全土球戦艦可能パスを派遣した。それは、当該区域のイギリス巡洋艦船隊の増強を意図したものであったが、実際問題として、可能パスは、その鈍んにより、決戦である。 コロネル置海戦に間に合わない結果となった。カノーパスはそれに続く、フォークランド置海戦で汚名を返上したが、それは、港湾防備艦として成したものだった。カノーパスは、ドイツのジュニオカングナイズナーを当時としては、大遠距離となる13,500ヤードで砲撃した。唯一の命中弾は、前の番から装填されたままだった、訓練弾であった。 生射された実弾はすべて水面に着弾して爆発したのに対し、この訓練弾は水面で跳ね、グナイゼナウの煙突に飛び込んだのである。おそらくこのことにより、グナイゼナウは石炭をまだ積み込み中だった。イギリス戦隊への吸収を思いとどまり、イギリス戦隊は被るかもしれなかった。大きな被害を免れることができた。その後の戦いは、 コロネル沖海戦の後で派遣された2隻のインビンシブル級巡洋戦艦によって決着がつけられた。これはイギリスの全土級戦艦が敵艦に対して行ったおそらく唯一の有意義な戦闘であった。国会では5隻のロシアの全土級戦艦が1914年11月のサール1岬の海戦でオスマン帝国海軍の巡洋戦艦。 ヤウズスルタンセリムと短い戦闘を行った。新型艦を投入するリスクが高い戦場でも、失って惜しくない全員土級戦艦なら使うことができる。という原則は、イギリス、フランス、ドイツのいずれにおいても当てはまり、各国は補助的戦場でそれを適用した。ドイツ海軍は、バルト海の戦いでしばしば全土級戦艦を使用した。 全土旧戦艦が最も多く投入されたのはガリポリの戦いである。イギリス及びフランスの12隻の全土旧戦艦は1915年3月にダーダネルス海峡制圧を意図した部隊の中核を成していた。全土旧戦艦の役割はオスマン帝国の沿岸砲台と交戦する最新鋭の超土旧戦艦クイーンエリザベスの支援だった。 この戦いにおいて3隻の全土級戦艦が、機雷に触れて沈没し、数隻が大破した。しかし作戦を中止に追い込んだのは、惜しくない全土級戦艦の損害ではなかった。2隻の巡洋戦艦も、損害を受け、クイーンエリザベスを機雷不設海域に侵入させる、危険は犯せないし、全土級戦艦だけでは、海峡の反対側に潜んでいる。 オスマン帝国の巡洋戦艦に対抗することができず、作戦は失敗した。全土旧戦艦は、ガリポリ上陸の支援も行い、さらに三隻を失った。戦艦コネチカットの絵はがき。1919年に機関兵の輸送に使われた。ドイツの全土旧戦艦戦隊は1916年のユトランド沖海戦にも参加した。ドイツの海軍軍人はこれらの艦を、 本格的な戦闘ではすぐに沈んでしまうと考えて5分間の船と呼んでいた。しかし、全土急戦艦戦隊はその時間を超えて有効な役割を演じた。ドイツ艦隊が戦場から離脱した時、全土急戦艦は闇が迫る中、危険を犯してイギリス戦艦戦隊に立ち向かった。それでも沈んだ全土急戦艦は、 双方の主力艦隊が離脱した後の夜間の混戦で撃沈されたポンメルン一隻のみだった。1918年11月の休戦後、アメリカ海軍は15隻の旧式戦艦、8隻の装甲巡洋艦、2隻の大型防護巡洋艦を一時的な輸送任務につけた。これらの艦は、それぞれ1回から6回の大西洋横断航海を行い、 14万5000人以上を個国に帰還させた。1939年9月1日、ベステルプラッテのポーランド軍守備隊に砲撃を浴びせる、ドイツ戦艦シュレスビヒホルシュタイン港に停泊する、ドイツ戦艦シュレジェントシュレスビヒホルシュタイン。両艦は、第二次世界大戦にも参加した。第一次世界大戦の後、大部分の全土旧戦艦と、土旧戦艦は、 ワシントン海軍軍縮条約の下で武装解除された。大部分はスクラップとして解体され、他は標的として破壊されるか、訓練あるいは支援艦の任務を与えられた。戦艦ミカサのみはワシントン条約の特別な例外として博物艦船として残された。ドイツはベルサイユ条約の規定により、 大部分の艦隊を失い、装甲援岸防備艦として8隻の全土球戦艦のみ保有を認められた。そのうち2隻は、第二次世界大戦にも従軍した。その1隻、シュレスビヒホルシュタインは、ドイツのポーランド侵入の際、ポーランドのベステルプラッテ岬を砲撃した。シュレスビヒホルシュタインは、その後戦争の大半を練習艦として過ごしたが、 修理中の1944年12月に沈没し、1945年1月に、その位置で解体された。もう一隻のシュレジェンは、1945年3月に、触来、沈没した。なお、第二次世界大戦においては、退役し、または、武装を解かれた全土旧戦艦が、他にも、数隻沈没している。 ギリシャの純度級戦艦キルキストレムノスは1914年にアメリカ海軍から購入したものだが1941年のドイツ軍のギリシャ侵攻の際に収益していない状態でドイツ軍の急降下爆撃機により沈められた太平洋ではアメリカ潜水艦サーモンが1942年5月に全度級戦艦であり当時工作艦に 類別の後非武装化されていた朝日を撃沈した。ありがとうございます。